発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。9月4日水曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もお相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして MC は探偵団団長、長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ね、だいぶ涼しくなってきましたね。なりましたね。ガラッと変わるもんですね、9月に入るとね。まあ、寒暖の差は相変わらず激しいですので、くれぐれもご自愛いただきたいなと思います。まあ、もうちょっと今日も盛りだくさんですんで、サクサクと、参りたいと思います。本日も2000人ルール適用です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして文化人ダイヤモンドクラブのご登録も概要欄からよろしくお願いいたします。ご案内させていただきます。はい、それでは本日のお品書きです。一般公開ライブ、総裁選最新情勢分析、小泉進次郎氏のツイッターが点々点、中国スパイの実態、中国トカラ海峡は国際海峡だというラインナップでお届けさせていただきます。そして今日は皆さんですね、文化人アンケートがあります。概要欄をご覧ください。今最も信頼できないメディアは、1朝日新聞、2共同通信、3読売新聞、4 NHK。 文化人アンケートは一般公開ライブ終了直前にですね、アンケート結果を発表させていただきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは総裁選最新情勢分析ということで、1番参りましょうか。ムーン・ケイブさんっていうのかな、なんかそんな、なんかバンドがあったような記憶がありますが、山口紀之チャンネルで示された9月3日時点での自民党総裁選での推薦人の数、高市潰しで出馬させられたコバホークは36人と異様に多い、小泉とコバホークのバックにいる菅二階を嫌いな議員たちが土壇場で高市に乗り換えるかもと山口氏ということであります。これ多分今日の昼の山口インテリジェンスアイのことをおっしゃっているのかな。ちょっと少し僕ちょっと見てたんですけども、途中来客があって見れなかったんですけども、ちょっとスタッフさんこのままにしておいていただきたいんですが、小林さんが36、石破さんが15、河野さんが16、林さんが23、茂木さんが12、高市さんが15、小泉さんが20、上川さんが12、斉藤健さんが5、野田聖子さんが4、加藤勝信さんが12、青山茂春さんが3というのが、まあ、山口さんの、いろんな情報を集約した結果の、まあ、確実な今推薦人の数ということです。これざーっと、あくまでも山口紀之さんのね、見立てであるんですが、副団長どんな印象を持たれましたか？そうですね、予想通りという方と意外な人と、まあ、両方ですね。まあ、この中は本当に小林さんが36って、まあ、ダントツに多いわけで、はあ、まあ、これまたどうしてだろうっていうふうに思いますし、あるいは派閥の領袖クラスの方でも20人集まっていないっていうね、あの方もいて、へーと。あるいは派閥の領袖からお墨付きをいただいたような形の方も、だからこの中で20集まっているのが3人しかいないっていうのがね、へーというですね、状況であります。まあ、いずれにせよ、早く
高市さんに今はね確実なのは15というのが山口紀之さんのお見立てだそうですが、あと5人ぜひ高市さんのところに集っていただいてですね、名前を挙げられる方名前挙げていただいて20人早く固まって国民を安心させていただきたいと思います。はい、今日9月4日ですよね。で告示が9月の12日ということになります。で実際ですね、今日9月4日から、選挙管理委員会が決めた、まあ、あれはダメこれはダメ、まあ、一応罰則規定はないんですけれども、まあ、できるだけお金かけないようにやりましょうねっていうこと、適用が実は今日からなんですね。ただいきなり昨日発表になってしまったんで、各陣営いろいろとあたふたしているところだと推察するわけですけれども、まあ、この数字もね刻一刻と変わっていきますね。で私もね、まあ、全員分を具体的な議員の中身まで知ってるわけではないんですけれども、大体どこの傾向からするとね、大物議員の名前がまだ出てきてないんですね、この、数値の中に。まあ、大物議員っていうのは大体どの辺を指すのかっていうのはもう皆さんの、それぞれの、こう、境界線にお任せをいたしますけれども。まあ、やっぱり派閥は解消になったとはいうものの、まあ、一般論として麻生さんや菅さんや、あるいはその周辺にいらっしゃる大物と言われるベテラン組の方々の名前が出てきている方もいるんですが、全然出てきてないそういう方も結構いてですね、いやもう最後の最後まで、ちょっとこれは出入りが多いんじゃないかなと私も見てます。で山口紀之さんが多分指摘されたんだと思うんですが、やっぱり小林さんと小泉さんがちょっとあんまりにも勝ちすぎる中で、おいおいおい本当にこの人でいいのってな空気がやっぱり流れているようですね。まあ、具体的な名前はもうちょっと伏せますけれども、例えばワンツーでこの2人が本当に決選投票に残っちゃった、そこに誰々が入らないなんてことがあったら、それはこれなんかどっかの、ね、芸能アイドルのファン投票ではないのでね、人気とあと経験値っていうのがやっぱりもう全然違うものです。でここはやはり、自民党の、まあ、修正力、自浄作用というか、本当に人気だけでこの人が本当にこういう形で一国の総理になっちゃまずいんじゃないかっていうような声は、議員じゃない私のところにも、中尾さんそういう論調があるんだけどどうっていう電話が今日もね3本ぐらいかかってきましたね。まあ僕はもうそういう時はもうノーコメントで、押し通すんですけども、まあちょっと潮目がやはり変わってきたなっていう、そういう感じがします。ちょっとオブラートに包むような言い方で恐縮なんですが、ここまでで副団長何か気づきはありますかね。もう、うん、ここから先はもうどんどん奥に分け入っていく話のようですからいや本当そうだね、はいはい、固唾を飲んで見守っております。そうですね、だから推薦人が出揃った時、だから今自民党の議員が360人ぐらいいるから、単純に割ると18人は立候補できるってことなのね18人立候補したらすごいですよねこれね。相関ですね、別の意味でね。相関でね、どうやって公開討論会やるんだろうかと。あ、そうそう、公開討論会はねやっぱり昨日僕らが提案したようなディベートにはちょっとならないですね、うん、
で全国8カ所でやるっていうこと、大体場所も僕聞いてはいるんですけど、ちょっとあの北海道が入ってないですね。で街頭演説をやるところと、あとあの箱物でやるところと、まあ、合計8カ所が一応あの仮で、近々あの発表されるように、聞いております、まあ、こればっかりはね、あの告示日になってみないと分かんないこともたくさんあるんで、まあ、また明日もいろんな情報が飛び交うんだと思います、副団長、補足がなければ次行かせてもらってもいいですか。そうですね、やっぱり、うん、ディベート形式でやってほしいですね。あのもう改めてあのお願い、ご提案をして次に行ってください。はい、それではね、2番3番ちょっと副団長由来ですんで、解説とコメントお願いします。小坂さんの、ツイッターと副団長のツイッターです。はい、これは実は私も小坂さんのツイートを読むまで知りませんでした。日本保守党に、入られた、荒川の、小坂英二区議のツイートです。総裁選の有力候補とされる小泉進次郎氏、3年間休眠状態だった X での発信を8月下旬から、だからもう、つい総裁選が始まるからですね、8月下旬から日本語で、再開しています。令和3年以前のツイートとリツイート先もすべて見ましたが、すべて英語、日本語皆無の情報発信が続いていました。日本の政治家としてありえない、どこを向いて政治をしているのか、彼の主張に様々な異論がありますが、この日本語を使わないという点だけ見ても日本のリーダーに選んではいけないと強く思います。日本が2000年以上にわたり一貫して引き継いできた4つの縦糸のうちの一つが大和言葉を中心とした日本語という言語です。それを政治活動の一部から排除して使っていたというのは、その人物のあり方を如実に表しています。で、あのその小泉さんのですね、2021年10月14日、3年前、その再開前、休止前の、ツイートが、まあ、英語で行えていることを、まあ、証拠にですね、引用リツイートをしているわけであります。で、それをまあ私も知ってですね、その事実は知らなかったもんですから、そしてやっぱり私のツイッターをご覧の皆様にも知っていただいておいていい情報だと思ったので、リツイートいたしました。小泉進次郎氏は令和3年までツイッターを英語用として使っていたんですね。知りませんでした。まあ、あの小坂さんはね、まあ、あの そんなあの日本語使わないなんてあのちょっとふさわしくないとおっしゃって、まあ私は変わった人だなとは思いますよ。あのただまあ確かに小泉さんも お父さんに習って総理大臣を目指しておられるんでしょうから、まあ、やっぱりその若いうちからその外国人のトップと、まあ差しでね、通訳なしで交渉するためにはやっぱりある程度英語でやり取りができるぐらいの英語力が必要だということで、なんか修行用にというかね、自分の勉強用に使っていたのかなっていうふうに善意に、解釈もできるとは思うんです。小泉さんぐらいになるともう一生懸命知名度を上げるために拡散なんて必要ないので、まあ本当に、たまたまその SNS のツールを英語用、英語の勉強用とかね、研修研流研究なんだ、用に、使っていた可能性はあると思うんですが、まあでも小坂さんのような指摘はそれは出てくるだろうと。日本の政治家が日本人相手に発信しなくてどうすんだよと。他のアカウントを持っててですね、他のアカウントは日本語でやってた、この赤は英語でやってた通ならもう何の文句もないんですけど、うん、このご指摘も一理あるし、まあ小泉さんがそういう使い方を、英語でされていて、でところが総裁選面だったらガラッと日本語に置き換えるってもそれはそれで違和感があってですね、いやそれならそれで貫きよという気持ちもあってですね、まあ、ご紹介させていただきました。まあ、日本語使わず英語っていうことは、英語圏に向けて、
あるいは日本国内で英語が非常に日常に馴染んでいる方向け、まあ多分そういうスタンスでいらっしゃったんだと思いますね。でやっぱり振り返ればお父さんの小泉純一郎さんもですね、もう米国の方ばっかり見てましたね、常にそうでした、もう当時私は金融機関に勤めていて、もう小泉さんが、まあ、郵政民営化だけじゃなくて、もうどれだけ日本の金融機関をズダボロにしてくれたかっていう、で結果米国が日本の、市場に参入しやすいように、まあ、何も小泉さんだけではないんですけれども、やっぱりこう僕の、まあ、元金融機関の端くれとして、印象に思うのは、日本の金融機関を本当にズタボロにしてくれたという恨みつらみが正直ありますよ私は。あとイラン・イラク戦争の時にね、まあなんていうか大量破壊兵器がねあると、まあただイラクのフセイン大統領は、まあいわゆる人の言葉を借りれば戦略的曖昧性という形でね、大量破壊兵器を持っている風に装って実は蓋を開けてみたら持ってなかったと、まあ、悪の枢軸っていう言葉をブッシュ大統領父がね、言ったことで、まあ、北朝鮮が恐れおののいて小泉訪朝が実現したっていう、まあ、そういうプラスの面も確かにあったけれども、まあ、小泉さん自体はあんまり北朝鮮による日本人の拉致事件については関心がなかったと、いうことと、まあ、多分そういう、ね、後ろ姿を見ていれば日本国内というよりか、まあ、アメリカにね、米国に留学をしていた先も、確か河野大臣と指定関係にある方に、まあ、指示していたと、まあ、要はオルブライトですけども、こういったところでのね、まあ、共通点もあるんで、まあ、やっぱり僕は小泉進次郎さんはお父さんの純一郎さんと同じように、まあもしかしたら日本のことよりも米国の方ばっかり見てんじゃないかなっていう、そういうね不安を、この小坂さんの、ツイッターで改めてね痛感をした次第です。あとは何かございますかね。いや、あとはもうね、うん、団員の皆様が実際にこのね小泉さんの、まあまあ、パフォーマンスをご覧いただいて、うん、それぞれご判断いただければなと。そうですね、まあ含みのある言い方をすると、どうぞどうぞこのまま突っ走ってくださいって感じですねいや本当喋れば喋るほどね、お人柄、ね、が出てくるものですから、ぜひぜひワンフレーズだけじゃなくてね、やっぱり若いんでね育てたいという前提で私は申し上げております。さあまた河野太郎さんがとんでもない発言を、いやこれねどうしちゃったんだろうと思いました。8番シェアニュースジャパン河野太郎氏、年末調整を廃止して全ての国民に確定申告してもらう、 X で税務署パンクがトレンド入りということであります。まあ、ちょこっと記事を、眺めてみますとですね、まあこれご本人が、まあ、マイナンバーカードの個人向けサイト、まあ、これマイナポータルですね、これを活用すれば国民の所得データを把握しやすくする、まあ、そういう話はもちろんあります。ただ今制度として整ってない、まあ、銀行預金であるとかそういったもののタグ付け、まあ、以前私はマイナポータル、あとはマイナンバーカードにですね、医療情報、まあ、その方がどういう既往症を持ってるのか、どんな病歴があるのか、どんな薬を処方を受けているのかっていうことが分かれば、いざ救急患者として、
病院に担ぎ込まれた時に、そのデータでもって、ね、一刻も早く適切な治療ができると、まあ、そういう利活用、まだそこまでは全然いってないんですけども、まあ、国民の所得データを把握しやすくする、まあ、これはあると思うんですが、河野氏は移行期間を経た上で年末調整を廃止して全ての国民に確定申告してもらうと、記したと、まあ、そしたらなんか税務署パンクしねえってな話になってるということです。まあ、副団長からもコメントお願いします。まあ、この、確定申告、まあ、なんていうかな、これね、さらえっ、ー、とね、納税者主権とかね、生活者主権みたいな、まあ、ちょっと一回り昔、非常に盛んに行われた、議論なんですよ。だから、その頃の脳みそで、今の総裁選を戦うつもりなんだなっていうですね。いうふうに、まあ、ちょっとこう、面白いなというふうに思いました。確かに、まあ、そのサラリーマンっていうのが、その納税者意識がなんか低くてですね、まあ、税金を取る側からは、とても都合のいい存在だ、っていう、まあ、指摘っていうのは、まあ、昔からあってですね、それに劇薬としてですね、まあ、納税者、こんなに払ってんだと、毎年、まあ、税金をきちんとね、自分で支払うことによって、税金の人にもっと敏感になってくれ、そして政治に対して認識を深めてくれ、すると投票率も上がるし、真面目に政治の勉強をして、投票先も選ぶだろうみたいな、中で起きた議論の一つで、もちろん効果はあるんですね。うん、悪いことではない。で、うん、税務署がパンクするっていうのも、まあ、いろいろ IT 化とか、なんとか化とか、今AI も出てきて、まあ、努力すればね、解消できるとは思うんですけど、私の、素朴な、感想はですね、今それかなんですよ。そうね。中国がね、こんなもうバカみたいに軍事大国になっちゃって、領海侵犯も領空侵犯もやってきて、日本人は拘束して、で、ロシアはなんかウクライナに戦争仕掛けて、こう、で、北朝鮮はとうとう本当に核保有国って世界中が認めなきゃいけないみたいに、世界中がこう言い始めてと。こういう状況で、総裁選のあなたの、まあなんだろうな、のろしはそれですかと。ちょっとずれてるね。そんなことで日本は救えませんよっていうふうに思います。そうですね。この議論をね、するなとも言いません。僕もある一時期、やっぱりちょっと確定申告を中心にした方がいいんじゃないかなって思っていた時代もあります。正直。勤め人の方ってね、いくら昨年税金払ったかとか、いくら社会保険料払ったとか、意外と知らない方多いんですよ、ね。そう、頓着しないんですよ。はい、ね。はい。額面と、手取り。で、大体ね、私も副団長も勤め人をやったから、源泉徴収ですよね。はいはい、で、源泉徴収ってのは大体多く取りすぎてるから、年末調整でもって生命保険料控除だとかいろんな控除提出して、そうするとこう戻ってくるのがなんかちょっと嬉しかったりやなんかするんですね。だからちょっと確かに、事業主とかいう方々に比べてちょっと税に対するその関心の度合いはちょっと低いってことは事実だと思うんですね。で、僕も今は、まあ、事業所得だったり、そういうことで、生計を立てているんですけども、これは年末、確定申告でやるんで、ドーンと入ってきた、まあ、ドーンは入ってきてないけど、入ってきたものに対して、後で払わなきゃいけないから、いや、こんなに払うのかよ、っていうようなところでね、あ、なるほど、こう感じる、その税に対するね、これちょっと景色違うんですよね。まあ一長一短だと思うんだけども、だからまあただこれ確定申告全部やったら、例えば給与天引きとかいう概念もなくなっちゃうわけですよね。これ徴収、例えば大企業に大体総務課とか会計課とかある中で、そこが仕事もやってるわけで、
例えばそういう仕事もなくなっちゃう。ちょっとね、あの河野さん現場のことをあんまり知らなさすぎて、自分がどんなあの壮大なことを口にしてしまってるのかっていうことがご自覚ないんじゃないかなって僕はこの話を聞いてそう思いましたね。はい、それでは41分になりました。なんと3616人の方この瞬間ご視聴いただいてます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。よって、23時まで、一般公開ライブ延長をさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、さっきちらっと見たらね、開始10分で2000人超えてましたね。おお、本当にありがとうございます。ご期待をいただけないように。モチャブル P、 2000人ルールから2500人ルールに変えようなんて気持ちは起こさないようにしていただきたいと思います。はい。